私の友達エマをご紹介いたします。エマは以前バレリーナでしたが、今は週50時間以上のデスクを業務しています。常にストレスや緊張のせいで首や肩、腰に不便を感じているそうです。ホームトレーニングの書籍に出ていたストレッチも、物理治療師や医者から教わったコアトレーニングも、ヨガの先生から学んだオフィスヨガもやってみますが、なかなか解消できませんね。デスクに座るのが再び楽しくなる無重力オフィスクッションセットをご紹介いたします。まるで子供の頃漫画を読んでいた時みたいにです。どんな椅子でも人間工学的なものにしてくれます。また正しい姿勢で自由に動けるよう空間を再構成してくれます。腰や肩がすっきり、胸が開かれ、尾骨あたりが軽く感じられます。詳しくご覧ください。今までの腰クッションは椅子の配板に密着、単に体と椅子の間の空間を埋めるだけでした。しかし無重力腰クッションは脊髄のみを前へと押してくれます。そのため正しい角度を維持できるだけでなく、デスクに座りながら肩のストレッチがしやすくなります。姿勢が崩れないようにガイドしてくれる両力は腰をそっとサポートしてくれます。無重力尾骨クッションは上体の荷重が尾骨にかからないようにしてくれます。尾骨が椅子に触れず長時間座っても疲れないようにしてくれます。お尻が楽になります。こうして左右前後に動いても、蜂の巣構造の滑り止めパッドのおかげで骨盤と尾骨が揺れることなく中心を保てます。それではグッドマンデー無重力クッションセットの使い方を説明いたします。まずクッションを置きます。 U 字型のところが椅子の後ろ側に行くようにしてください。次に腰クッションを椅子の真ん中に置いて、バックルを締めストラップを引っ張ってください。バッククッションが後ろにきちんとつくように設置します。ストラップの紐が余るのが嫌でしたら、ベルトバックルの間に紐を通して整理してください。これでグッドマンデーオフィスクッションセットの設置が完了しました。普通のオフィスチェアがアップグレードされました。一度座ってみてください。どんな椅子にもどなたでも簡単に設置できます。簡単で正しい変化、生き生きと座っていられる時間が増えればと思います。弊社グッドマンデーが当商品開発において最もやりがいを感じた点は、活気づいたライフスタイルをついに会社内でも椅子という小さな空間でも楽しめるようになったという点です。人の骨と筋肉を歩いたり走ったり自由に動くようにデザインされています。そのため長時間悪い姿勢で座っているのは各臓器の健康に、そして脳の健康にもよくありません。モデルとして来て今はすっかり無重力オフィスクッションのファンになってしまったエマとテオの体験談をお聞きになりませんか？ It feels really comfortable. I can find it on my shoulders. Can I bring this home? Yeah, of course. Thank you. Thank you. I'll do that. Je me sens vraiment mieux. J'ai le bas du dos et j'ai les fessiers qui sont super mal à l'aise. Puis j'ai l'impression que je peux rester assis pour encore plus longtemps. That's amazing. That's good. 正しい姿勢とリラックス感は椅子での自由な動きから始まります。正しく座れる空間が広がると、より長く正しい姿勢を維持でき、疲れも減ってくるでしょう。グッドマンデーの新たなライフスタイルで、アクティブシッティング、つまり活発な動きができる自由なシッティングライフを経験してみてはいかがでしょうか。今日も正しい一日をお過ごしください。